どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。機動戦士ガンダムジオリジン MSD より HG144/1 ジムガードカスタムを買ってきました。はい、それではね早速開封します。こちらのキットは定価1944円ですね。プレミアムバンダイで発売されているジムスナイパーカスタム、11月に発売予定のジムインターセプトカスタム、そしてねおそらくキット化されるであろうジムキャノン、これらのベースとなるであろう、キットだと思いますので、今回は、こちらのジムガードカスタムを買ってみました。はい、ランナーはご覧いただいている通りで、やはりね目を引くのは大ぶりなシールドですかね。はいはい、それではですね組み立ての方を進めます。組み立てシーンについてはですね、パーツの構造だったり構成をねお伝えするのが一応の目的ですので、全流しはせずに部分的に、割愛をさせてもらいます。こちらの、ジムガードカスタムは機動戦士ガンダムジオリジンの MSD として発売されています。MSD というのはジオリジン版の MSV、モビルスーツバリエーションみたいなものということですかね。機動戦士ガンダムジオリジン MSD、モビルスーツディスカバリーは機動戦士ガンダムジオリジンの世界観の中でのモビルスーツの発展設定についての交渉企画、略称は MSD。アニメ版公式サイトと月刊ガンダムエース市場にて2015年から連載、ガンプラでの展開も行われる。一年戦争、機動戦士ガンダムジオリジン本編で描かれた連邦とジオンの戦争終結後の宇宙世紀0082年にジオニック社を吸収合併したアナハイム社が戦時中の開発資料や関係者の証言からこれまで未確認だったモビルスーツを公表したという設定ということでして、ジムガードカスタムはあくまでもね MSD の中に登場する、モビルスーツということで、オリジンのアニメ本編には、登場はしていないということですかね。はい、そして、ジムガードカスタムについては昨年発売されたマスターグレードの、ジムスナイパーカスタムの説明書の解説の中にインターセプトカスタムとかと一緒に、掲載されていたので、私もまあギリギリ、知ってはいましたが、詳しい部分はねよく、知りません。まあ、ゲームをねやる方にとってはそれなりの認知度のある、モビルスーツだとは思うんですが、まあ、今回も、例に習いまして、ジムガードカスタムについて、調べてみました。ジムガードカスタムについて、ゲーム機動戦士ガンダム戦場の絆に登場、スナイパーカスタムと同様のエースパイロット向けのジムのカスタム機で、パイロットに合わせて個別にチューンがされている、攻撃力を重視したスナイパーカスタムとは対照的に、防御力を重視しており、専用の巨大な盾ガーディアンシールドを装備しているのが特徴。このガーディアンシールドは4種の合金の5層構造に対ビームコーティングが施され、前面にはバルカン砲が2門装備されており、機体が縦に隠れた状態で攻撃が可能。この他にスナイパーカスタム系列用に再設計されたビームスプレーガン、近接格闘用としてボックスタイプのビームサーベルユニットやビームダガーを装備する。頭部のバイザーには複合センサーを搭載し、左基部に2本のロッドアンテナを備える。友軍機や軍事拠点の防護、陸上戦艦や宇宙戦艦の防衛が主任務であり、一部の部隊では、敵艦からの砲撃をも防いだという。比較的熟年パイロットが登場したことも合わせてか、1年戦争後の機体残存数が多い。もともとは MSV のジムスナイパーカスタムのプラモデルの解説書に文章設定のみ表記され、名称はスナイパーに対してガードとのみ表記。
画工は存在していなかったが、2009年になってゲーム出演のために新規デザインされた。2010年には雑誌ガンダムエースの企画 MSVR において大河原邦夫による画工が公開され、設定が追加された。はい、ということですね。 MSV のキットの説明書の、解説に名前だけあったとのことですから、1980年代のことでしょうけども、画工が公開されたのはゲーム出演に合わせた、ここ10年の話ということなので、名前だけはね、昔からあったようですけども、比較的近年デザインされた、モビルスーツってことみたいですね。はい、ということで、組み立てが完了しました。かなりスタイリッシュで今風のプロポーションですね。オリジンのシリーズらしく、ディティールの密度も高めで、一応ね、マーキングとしてテトロンシールも付属していますから、こちらを貼ることでさらに情報量も増えて、よりね、かっこよくなりそうですね。しかし、ジムらしからぬスタイリッシュさとかっこよさですね。はい、バイザーの方が稼働しますので、バイザーを、下ろした状態も再現が可能となっています。大変迫力のあるガーディアンシールドなんですが、裏側はですね、肉抜き穴で、若干ね、後ろから見るとハリボテ感はありますね。せめてね、外周だけでも蓋的なパーツがあれば少しは印象が変わったのになと思います。はい、関節部分は各種 100% 新しいフォーマットってわけではないんですが、ある程度新しい要素も取り入れた、仕様に、なっているようですね。肩の関節は、縦方向、横方向、両方に引き出すことができますね。外装からの流れもいきなり、ポリキャップというわけではなく、内部フレーム的なグレーのパーツのね、ワンクッション置いてからポリキャップという形になっています。はい、膝関節は膝の外装が連動して動く、マスターグレードのミニチュア版のようなギミック作りになっていますね。肘の関節も単純な二重関節ではあるんですが、シリンダーのようなディティールが入っています。お腹の内部の関節部分も新たな作りになっていて、可動域の拡大を助けているように思います。はい、可動の方はご覧の通りですね。シールドのない状態は非常にシンプルなシルエットですし、可動範囲はとても広いと思います。はい、お腹の部分のね、可動軸のおかげで前屈もできますね。肩関節は上方向に引き出すことが、できますね。肘、膝も180度近く、曲げることができます。股関節周りも非常に柔軟でして、バランスもとても良いので、縦膝の姿勢もとても自然に決まりますね。はい、付属品、武装類に関してはご覧の通りとなっています。ビームダガーは前腕に、装着しているツバの部分を取り外して、グリップをね、差し込んで握り手に持たす形となります。トリガーに指をかけるタイプの握り手も付属しています。はい、合わせ目ですね。合わせ目についてはかなり配慮されていると思います。胴体の肩部分、頭部の上側、そしてビームスプレーガンに出るぐらいで、あとはモールド化またはね、ディティールに沿う形となっています。はい、ということで機動戦士ガンダム G オリジン MSD より、HG144/1 ジムガードカスタムの組み立てとレビューでした。はい、着々とね、RX7802 ガンダムの、キット化に向けた、
まあ、金型がねできてるように思うんですが、まあ、144分の1スケールのオリジン版のガンダムはね本当にキット化されるんでしょうかね。まあ、ここまでねもったいぶって発売されなかったらかなりショックですけどね。まあ期待して待ちたいと思います。はい、それでは以上となります。どうもありがとうございました。失礼いたします。